もどうも、皆様こんにちはです。どうも、ハニーストラップの島村シャルロットです。ということで、本日からルイージマンション3を始めていきたいと思います。でですね、こちら初見プレイとなっておりまして、ルイージマンション1、2したことないのに3をやり始めるという感じでございます。ホラーっぽいけどホラーじゃないって感じなので、まあ楽しんでもらえればなと思います。はい、ということでやっていきたいと思います。お、バスですね。ワンツー知らないんだけどね。なんと音量調整とか言ってくださいね。久々なので、見えるのかな、前が。木の病は、それは。かわいい。はあ、今回の主人公ですね。これは多分ワンツーかなんかでつながってるのかなと思うけどね。こういうのいきなりお化けがいるっていうのは、なんかいそうな気もするけどね。小さい音量、オッケー。こんな感じかな。でもまあ、お化けは連れて行ってる前提なのかな。うわ、荒い運転が。優しい。頑張れー。キノピオってもともとピーチの召使いなのかな。まあ、キノピオの関係がシャルはあんま分かってないんですけど、召使い。こんにちは、どうも。あ、そうなんだ、羊みたいな。へえー。だけどホテルみたいだね。ホテルだよね、多分これ。多分。すごい。普通。あ、でも普通に従業員さんもいるんだ。え、すごい、歓迎がすごい。え、何すればいいんだろう。チェックインかな、まずは。はい、お願い。チーン。いる？目の前にいてチーンいる？これ、お客様、ようこそホテルラストリゾートへチェックインいたしますか。はい。ねえねえ、顎動かさないで喋れなくない。お客様、ようこそホテルラストリゾートへ。私は当ホテルのオーナーを務めております、パウダネス・コナーと申しますわ。なんか徹子さんにも勝らない髪型だね。本日は私どもの招待をお受けいただき、皆様は本当に感謝しております。さあさあ、皆様大変お疲れでしょう。お部屋の方へご案内いたしますわ。そうそう、お荷物は私どもの方でお運びさせていただきますので、ご心配なく。やばいな、疲れとる。うわ、目の前で叩くの最悪よね、男の人からしたら。うふふ、皆様はとても大切なお客様でございますからね。当ホテルといたしましても、ビップとして特別扱いさ扱わせていただきますわ。さあ、では参りましょう。かわいそうに。レッツゴー。レッツゴー。マリオ、さっきおらんかったの。はあ、
頭突っかえるよ。いいように入るのね、頭。マリオルイージっていうの？じゃあマリオマリオっていうの？マリオは。マリオさんたちのお部屋はこちらに用意しておりますわ。キノピアさんたちのお部屋はこちらに、あちらにありますことよ。この度ご滞在が最高の思い出になることを心よりお祈り申し上げますわ。うふふ。さんさんで別れるんだね。あ、別室なんだ。バイバイ。あ、一人一部屋。ぐちゃん。こいしゃどうも。そろそろ休むかわ。犬なんだ。今気づいたけど犬なんだ。それだけ？荷物。おお。同じ服だ。いいな荷物軽い。さゆいつも出かけるとき荷物重いんだよね。重いじゃない。多いんだよね。あ、えらい。あ、いいね。いい関係だわ。早っ。いい瞳してるね。ハロー。ハロー。うわ。シャル設定じゃないもん。シャル普通に怖がりなんだもん。あ、どんどん変わっていく。あ。やばい。真っ暗。ピーチの荷物は？バーン。あれ犬どこ行ったの？逆に。これ誰の部屋？あ、ピーチだ。思ったんだけど、この右上の顔の人いるじゃん。この4人のうちの右上の人。なんで俺だけ逆さまなんだって絶対クレーム言いたくなりそう。シェルがこの人だったら。くしゃみだい違うんだけどな。なんでみんな真正面向いてるのに俺だけなんか、上、なんか逆さなんだ。うん？怖がりなのよく進めるよね。まあ、進ませてるのはシャルなんだけどさ。うわ。そこで驚かないんだ。あら、VIP のお客様、今ちょうどお伺いしようと思っていたところですのよ。お部屋はいかがでしたかしら。素敵すぎて叫び声を上げてしまうほどでしょ。お客様、私はね、本当にあなたのことを招待したくてたまらなかったんでございますわよ。どうしてかって、それはね、私がそれはもう憧れて仕方なくて、とっても大ファンの素敵なこの方の前に、あんたを、ルイージを、もう一度引きずり出してやるためだよ。誰だろう。お、テレサ？キングテレサ？ってやつ？ガッハッハッハ、驚いたか、ルイージ。俺だよ、キングテレサ様だよ。いやー、しばらく、メガネジジイの研究所に閉じ込められちまってけどよ。このような俺様に会いたかったらしくてよ、俺様を解放したのよ、ラッキーだぜ。しかし、お前らまんまとこのホテルにやってくるとは、なんだか復讐もあっさり終わっちまいそうだぜ。え？復讐ってどういうこと？勝手？決まってたらお前らを一人残らず額縁の中に収めてやるんだよ。そう見えることはないぜルイージ。ほらお前の仲間も首を長くしてお待ちかねだぜ。
わあっさりガハハハ、どうだ、いい眺めだろう。もちろん、国部ちゃん、もう一枚ちゃんとしてあるぜ。さあ、おとなしく観念するんだな、ルイージ。おー、頑張れ、逃げろ。あ、それでわかった、わかったぞ、逃げるんだ。荷物が引くに、行け、降りろ。やばい、どうしようどうしよう、でもどっちが、うーん、行きます、行きます、スポン。うーるる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 、お化けのホテル、ルイージマンション3って感じ。犬だ。ネズミのやつか、ネズミもいますよーって。バーン、ふぅ、そこムービーいる。おっ、 CM で見たやつ。おお、来たー、本領発揮。なんか、うわっ、上にコインがあるけど取れない。お、吸い込め、吸い込め。オッケー。なにこれ、めっちゃ出てきた、止まらない止まらない。あ、めちゃめちゃお金持ちだ。わわ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 、特に何もなし。うわ、来た、ロビーだ。1階に来ましたね、1階に。わあ、鍵がある。やば、閉じ込められてる。どうやってんの？あ！おりゃ！おりゃ！よし。こういうこと？戦い方のルールをさ、まず教えてもらってよろしいですか？戦い方のルールが、ど最初からない感じ？どこの、あ、このワンワンはどうすればいいんだ。
この犬はどうやって使うんだ。お、捕まえた。よくわかんない。よくわかんないけど。よくわかんないけど捕まえたと思っていいのかな。おお、来たこれ。鍵。バーン。バーン。おお。やってみるもんだ。これどうやってジャンプするの？できた。あ、ダイヤってか、宝石によって違うんだ。でっかい扉にオープンだな。あ、さっきの鍵だ。あ、すごい。うん。誰？こっち来いよって。了解了解。誰だろう。なんかすごいとんがってる。え、これだけのために呼んだの？そう。これだ。おお。捕まえた。でもこれ鍵じゃない。お、すごい。はあ。これは手で取るの？おお。え、鏡、あ、本当だ、鏡見ればまだあるじゃん、ここにも。あ、指名手配。あ、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 うふー、戦うのね。ありゃー、ありゃー、ありゃー。うおー、あーやー、逃がすか。はいはいはい、しゃ、おー、イエスイエス。おー、じゃないや、本か。何それ。え、じゃじゃーん。何それ。なんか新しいのもらったよ。おお、イエー。 X、ボタンが増えたのか。で、またふ、あ、なるほどね。あ、わかった。それでその人をおびき出せるのか。あ、なるほど。あ、で、マリオとかもみんなこれで救出できる。しかも思ったよとしちゃってた。そうそうそう。シャ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 。
おお、誰かとお前まるいじくんではないか。はて、どうしてこんなところに君がいるのじゃ。おいどろ。あ、押すって。そこまでセリフなの。なんじゃこれは、エレベーターボタンがすっかりスニキン取られとるではないか。これは一体どういうことじゃ。今は神か。変えても仕方あるまい。俺、地下1階のボタンをポチッと押すのじゃ。これは？さあ！そう。よし。スポン。よし。おー！なんか出てきた、いっぱい。やったぜ。1とか ?1 回ずつじゃないんだ。バラバラか。まあまあ。1とか。おお、それはまさしくエレベーターボタンじゃの。まさかお化けが持ち去っておったとは。取った？チャ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 。チャ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 。え？なんだこりゃ。おいどろ。おいどろ。なんだろう。パンパン。パンパン。ぎっくり腰。なんだろうこれ。まあ見とけって。まあ見とけて。でっか！え、でっかくなった！あ、ハート残ってる。研究所？こんなとこに建てていいの？所有地じゃないの。研究ベリリ。やば！フェフェフェ、ようこそわしのベースラボへ。こいつはわしの天才的な発明の一つでの大丈夫で安心、冷房完備、移動式研究室なのじゃ。いやー、そんなこんなこともあろうかと万が一に備えて持ってきておいてよかったわい。そこ移動式だ。それよりなぜわしはこのホテルにいるのかちゃと。それに深い訳があるのじゃが、手短に言うと騙されたのじゃ。ある日このホテルのオーナーを名乗る者から招待状が届いてな。世界中の貴重なお化けコレクションをわしに譲ってくれるというのじゃ。これにはお化け研究家としての血が騒ぎ出しての、つい誘い乗ってしまったのじゃが、こいつは罠だったのじゃ。わしはこれ、私は捕まえられ、逆にわしの大切なお化けコレクションを奪われてしまったのじゃ。くー、せっかく君が苦労して捕まえたお化けもいたのにな。特にキングテレさんはわしのお気に入りのコレクションだったのじゃが。どうやってわけ起こすの。あ、そこ、吐き出せるんだ、すごっ。よしよし、この調子でお化けをどんどん捕まえて、またこのベースラボに帰ってくるんじゃ。君が捕まえてきてくれたお化けをギャラリーで見れるようにしておいてやるぞい。どうしよう。また出てきたな。名付けてバーチャルブー、略して VB じゃん。どこにつけたの。真っ赤な画面がとてもおしゃれな最新式のバーチャルリアリティ装置じゃ。これが商品化された大ヒット間違いなしじゃぞ。ペペペ。VB を使えばわしといつでも通信することができるんだよ。ルイージ君よ、このモニターデバイスをまずエレベーターの中に取り付けてくれんかね。あ、すごい、右上にマップが表示されだした。うん、おぉ、ガーディン見えないよ、肝心なところが。肝心なとこ見えない。カメラてっこ。ハロー、ルイジ君、どうやらうまく取り付けてくれたようじゃな。こ
このデバイスはのエレベーターからフロアの地図のデータを吸い出してモニターに表示することができるんじゃ、便利じゃろう。ほれ早速てさっき手に入れたエレベーターボタンをパネルにはめ込んでみるがよい。一回。Here we go. あ、自分ではまりに行くんだ。5階。じゃあ5階に行くの、一気に。これで新しいフロアマップを見れるようになったぞい。さらに驚くなかれ、ルイージくん、このデバイスは VE と連動しておっての。地図データは自動的に VE へと転送され、君はいつでもどこでもマップを見れるのじゃ。 VE のメニューからマップを選ぶと詳しい地図が確認できるか覚えておくんじゃぞ。さてさて、ルイージくん、要するに君はこんな具合でマップを頼りつつ、このエレベーターのフロアを探索しながら、エレベーターボタンを見つけ、新しく行けるようになったフロアをまた探索しながら、君の仲間を探せばよいと、そういうことじゃな。なあ。赤。あー、テステス、こちら天才小山博士。よし、通信はバッチリできておるようだな。それで、これで君はいつでもわしに連絡できるわけじゃ。ルイージくん、気を向いた今のように話しかけてこい。たまにはわしがアドバイスをしてもやらんもないぞ。あと D ブロックを見たいときわしに声をかけるんじゃ。君の探索記録をチェックすることができると。もう5階に行けというかな。わしの部屋にカバンが置いてるんじゃが、ルイージくん、そいつ取ってきてくれんかね。わしの部屋は、はて何号室だったかの。まあ、マップを足りんすればたどり着けるだろう。では、ルイージくん、検討に乗ってるぞ。生きて戻ってこいよ、ふふ。そこはカラーじゃないのね。Y。ZR。おーら。あ、こっちか。おし、来た。宝石だ。びっくりマークがあるんだよな、ここ。うわっ。でもちゃんと掃除してるの偉いね。あ、これか、カバン。帰ってまーす。え、あ、ほんとだ、ここか。あ、なるほど。うわ、難しい。やっと見つけたぞ。あー、なるほど。もうこの子捕まえるのがすごい。あー、できた。で、これ持っていくと。みんなうまい。お、3回3つも出た。いい感じ。よし、3回。3回。終わるかな、終わんないかな。待てよ。ねえ。ちょ、防犯カメラもあるんだ。すごい。よし、どこに持ってたんだろうね、これ。これじゃよ、これ。今こそこいつを実践投入するときが来たのじゃ。わしももう私で自分でお化けを捕まえられんからの、代わりにと思って助っ人を開発したのじゃよ。おお、これぞ天才オヤマーの最新発明品。その名もグーイージくん。パクってる名前。あ、ほんとだ。じゃじゃーん。ある2個あるのね。おお。あー、なるほど。
ペペペ、実はルイージ君、グイージ君にも弱点、水はダメなのか。手前がでも水だわ、これ。あ、すごい。いいや。次は3回。ピロン。次のボスはこの人って感じか。おお、欲しいそれ。お化けなのビビってる。その鍵で行けってことか。見たかね。エレベーターボタン持った。で警備室、あ、ここは警備室か。よし。潜入。お？壊れてる？違う部屋？なるほどね。でもさっきの形的には見えるのか。2階だ。2階の鍵を持っている。あやちゃん、あやちゃん2階の鍵を持っている。余裕を持って鍵を制覇しておきたい。でも下が、上がクロスペードで下がクローバーってことはダイヤだ。ここだ、ここ、ここ、トランプだ、ここは。任せたぞ。ん？どこ？あったー。使うんだ。なるほど、スルーできないんだこの部屋たちは。お、来た、ハートの鍵。よいしょー、役目終わり。2回連続？ OK。 よし、次ハート頼んだぞー。任せろ。ぐにょぐにょぐにょ、ここだな。うわ、スペードが一番最後だ。ほっ、はやっ、ナイス、いいよいいよ、よしよし、ザクザク。次、上だ。クローバーが一番難しいらしいぞ、みんな。頼んだ。クローバーの鍵を取るんだ。早速。はっ！ない。意外と普通。うんうん、おー、来たー。よし、進めるのか、これ。タイマー、マリオ。よし、任せろ。移動は
マリオじゃない、ルイージだ、こやつが。なるほどね。コナ、ナイス、グッチョイ、サンキュー。いや、まだこい、この子がいるのか。頼んだ。私はもうこれ以上いけない。君に託す。任せて。俺が行くぜ。あ、出た。なるほど。ここでも謎解きゲームなのか、これは。うわ、難しかった。ちょっと難しかった。上はね、向ける、一応。来たー、星の鍵。よし。ちょっとマイクをオフにしますね、一瞬。こらー、こい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 、出なさい。きたー、鍵。おー、はや、はは、毎回なんか自分で行きたがるよね。おー、イエーイ。ロビー2階の方に直接エレベーターに行けます。オッケー。イエーイ。お、なんか声がする、声がするぞ。勝手に食べていいもの。見つかるでしょ、絶対。わ、めっちゃ大量。おーにゃー、よいしょよいしょよいしょ、よし。気持ちの問題だ。これが島村家と思えばシャルは強くなれそうだ。あ、来た、ついてきた。時間、うわ、落ちた。ヒゲが伸びすぎですね。頭にちょっと毛を分けてあげましょう。絶対料理美味しいのか、君は。うおぶつけるのが一番外れ。お、来た、ハート。お、マンションも来たな。よし、ネズミがいる。うそー
やったー来たーあーもうびっくりした。またね、意味がないじゃん今の。何もなくない、ないな。あ、ネズミ、ネズミがあん中入るんじゃないか説。うわ、細っ。体力を来た。あれ、もう終わった。早っ。意外とすんなり終わるのか。ダーツ今度。あ、ミエリちゃんが好きそうな豚のお尻、好きそう。あれ、来たー。一発で見つけれた。またあ、できないんだよポンが。あ、できた。さっきできなかったからか。めっちゃ詰まってるじゃん。ナイス。うえ、4回、4回ゲット。4回これ普通に手のひらでいけって言ってあげればいいのね。よし、ついてきたな。あ、来た。お金が使えるよみんな。わあ、やば、詳しかった。ショップチャンネルができた。入荷待ちばっかりじゃん。バケモンを見せてほしいと。え、テレサが怖がりなのに怖がらせないでよね。2個の時と3つの時ぐらい。あと3つ取れば1回で2個取れば終わるって感じ。音楽が鳴った。誰も弾いてないのに音がするってやつだね。あ、キノピオ1人。おじいちゃんみたい。やるんじゃん。じゃ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 ん。どうすんだ。倒し方をまず研究しなきゃな。出た？出た！9回一気に飛び上がるな。
久々なポチ。ほい。赤色だ。ちっちゃいな。よし。近い近いね。バイバイ。バイバイ。あ、この人がボスか、やっぱ。いや、気持ち悪さだよな。猫。おお、はや、ははは。いや。最悪3回で終わるかな。そんな余裕持っていけんか。おいえ。そうそう。6回だった。9回じゃなかった。なんか。怖いのに進むっていう、このルイージの勇気。わ、なんか格闘技っぽいぞ。おお、入れた。やっぱ本人が入らなきゃダメなのか。普通にストーリー始まった。誰やねん。ナナー、ナナ回欲しい。ナナ回欲しいよ。ダン、多分なんかあるんだろうな。来た。来い。戦う。来いじゃないのか。敵が入ってるのかと思ってた。これで闘技場のステージに行くとか。降りて。これで、これで、こうだ。これで合ってる。よし。意外と今だけ進むなって思うのは、この剣が気になるのはどうやってやるんだろう。カタカタ言いよる。何よこれ使うんだろう。いや特には。え、グイージの頭はめんの。全然。1階の右の壁怪しい。え、ここは怪しいとシャルは思ってるけど、つかないから意味がないんだろうなって。右下ライト、そういうこと？へえ。マジ？そういうのあり？ま？うそ。みんな天才かよ。やば、よくわかったね。
始まる。うわっ、きたー。うわー、ちょっと多くない？ちょっと出て。バイバイ。お、よし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 。え、そういうことか。やばい、詰められてる。あぶない。8分。タイムリミットは8分。目標タイムリミットは8分。これでラスボスを倒す。ひょろいな、でもラスボス。やば。あー、わかんない。闇を突き出す瞬間難しい。だってあんまり目を近寄れないんだよね。そういうこと？あ、あー、もうと一発食らうつもりやった、なんとかって感じ。はい、ほっ。対策が分かったら強いぞ、シャルは。対策が分かれば強いぞ。対策分かるまでがなかなか弱いぞ。そっ、赤ん坊のお前は無敵じゃない。弱々の石だ。入れー。よしよし、切り解けてきた。ちょっと6分ぐらいオーバーしてたけど、あ、一応応援してくれるんだ会場は。ありがとう、スパちゃん。7回。よし、次回は7階から始めよう。ボタンはめずに終わろうかな。あ、でもボタンはめないと地下に行けないのか。よし、じゃあここまでにしよう。ちょっと過ぎたけど、4時間もやっちゃった。いや、面白い。ってか謎解きが入ってるの知らなかった、ジャル。いや、これ謎解きシャル苦手だなと思ったんだけど、意外とみんなの力があればどんなやつでも乗り越えれると思ったので、めちゃめちゃ楽しかった。はい、ということで、まあ目指すは3回で、多分4回目で終わると思うぐらいのペースでいきたいので、まあ初回結構長めにやったので、次回から最低でも2つずつは撮っていきたいなと思います。はい、ということで、よかったらチャンネル登録、ツイッターのフォロー、高評価よろしくお願いします。それではオチシャルでした。バイバーイ。